Voilà. あら、皆さん実はあれれれれ今日は19日なんですけど、明日の10月20日はせいやの誕生日です。いや、ありがとうございます。明日せいや誕生日ということで、すげえ、あの時間もないので、うん、超コマ送りの、はい、ハッピーバースデー歌いたいと思います。はい、せいやのハッピーバースデーハッピーバースデーテープの早送りみたいなね。いや、みんなありがとう、書き込みすごい。ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー Dear 鈴木せいや。もう本名バレバレだ。ハッピーバースデー to you。 ありがとう。ありがとうございます。よかったら一口二口一口でいいですか。すごい可愛い、ほら、あ、こっちか、ほら、ハッピーバースデーせいやって書いてある。よかった、鈴木とか入ってなくて。人は生まれ、生き、そして死んでいく。何の話。はい、スプーン持って、スプーン持って。いや、食べて。え、食べていいですか。これ食べてください。いただきます。明日誕生日なんですよ。ありがとうございます。本当に板巻きだーす。生クリームと一緒に。あ、おいしい、おいしいです。これ人の誕生日のケーキ食べるのが一番うまいよね。そう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 。その通り。いや、ありがとうございます。皆さん本当に、おめでとうございます。まだ年取っちゃうよ明日もね。何歳になるの。42。ちょっと当ててみろよお前。俺いくつに見える。42。おめえら、いくつになったの。いくらになったの。18だってよ。分かってるね、みんなね。やっぱ18に見えますよね。5歳。おい、どういうことだよこの野郎。何歳、天才とかでね。結構ボケブラリあるね、みんな。あ、でもリアルの年結構割と当たってるよ。あ、今通過したの当たり、これ100歳ね。100歳ね。おい、ジュージみたい、根菜。それは俺にはない発想だよ。ね、ありがとうございます皆さん。感じですね。あと何時間ぐらい誕生日。あと3時間、2時間半後ぐらいだね。なんで、あの、皆さんぜひせいやの、メッセージを送ってあげてください。待ってるよ。ありがとう。あ、そうだ、あれですよ、はい、何でしょう。わざわざ食べるの食べてる。何でしょう。この間の、10日にち忘れました、すみません。裏、ワープアットロックパーティーニコニコ、ラジオの方の番組がちょっと押してしまって夜中になった時に、うんうん、わがままノイズの、ニコニコ放送編バージョンを、うんうん、アップしてほしいですかっていうアンケートをやったんですけども、うんうん、してほしいっていう結果が、そりゃ出るでしょ。そりゃそうだよね、があったんで、今日番組終わってから、ちょっとはっきりちょっと時間が分かりませんが、未発表新曲なんで、それ のニコニコバージョンです。ほら、あ、そう、それをアップするので、うん、ガンガン見て覚えてください。お、未発表なんだね。未発表です。音源がないよね。未発表なんで、うん、だから今初ですよ。なるほどね。初の配信になりますんで、うん、聞いてください。30分になっちゃいましたね。あ、本当だ、もう9時半。もう俺結構もう頑張ってましたよね。皆さん、それでは今日のおさらいをしたいと思います。はい、よろしいでしょうか。どうぞ。なんか俺延長するやつみたいになってしまったけど、携帯見てる方は途切れるんですよね、確か。ごめんなさい、うん、確かにそう。タイムシフトを見てください。あ、そっか。今日はまずT シャツの告知をさせてもらいました。これ完全通販限定プラス数量限定のものになってますんで、お早めに、なくなり次第終了となりますんで、この T シャツをぜひ買ってください。それでですね、もう一つがギルトクライムというアクセサリーのブランドと、うん、スピップステイツのコラボレーションしたペンダントトップが、うん、アクセサリーで発売することが決定しました。いいね。これに関しては詳しい詳細はまた後日発表しますんで、チェックしていてください。そして、うん、11月17日の前に26日ですね。そうだ。今月の、26日は、公開ニコニコ生放送が、行うことが決定しています。イエイ。ぜひ来ていただいてですね、申し込みをしてください。それに関しても詳細をまたアップします。イエイ。すぐに後でアップしますんで、うん、
でそこには、ゲストで、またせいやと、ギターのなぎくんが遊びに来てくれますので、その3人で出演して番組をやります。これは面白くなりそうだね。なります。で11月17日ですね。11月17日あの渋谷のスターラウンジで、ね、バースデー、あ、バースデーつながり、そうじゃん、自分誕生日じゃんねえ、なあれ、なぎくんもちょっと誕生日近いんだよ。え、25日が誕生日だから、もう全員一緒にやろう。そうだよ、もう全員一緒にやって、弦楽器誕生日近いから人は生まれ生きて死んでいく、うん、さっきから何なのそれ、さっきからいやいやいや、いや大切でしょ。まあそうそうだ、ね、てかそれでしかないからねまあそうだな、顔面ケーキまだです。あるの、そういうこと言うやつは、やんねえよ、おめえやらおめえ、なんだこのやら顔面で、なんだ話分からんのと、あ、そう、ワンマンライブ、ぜひ来てください、よし、楽しみだね。最高のロックショーやりますんで、曲を覚えて遊びに来てください。この T シャツを着てね、遊びに来てください。そんなもんすか、そんなもんすか。今日は告知事いっぱいありましたけど、覚えれたかな、みんな覚えましたか、大丈夫かな、これ、みんな今日は楽しかったですか。どうよ、ずっとひたすらの告知と喋り倒してしまいましたけど場所行って、場所はですね、ワンマンライブは渋谷のスターラウンジですよ。スターラウンジ東京ハンズの前にありますんで、その通り、それ目指して来てください、うん、ワンマン来てくれるかな。ええー、ともええともいいともってほら、あ、いいとも、ほら、あ、見に行ってる、ほら待ってます。よし、いいかな。もうあれですか、あの、うん、先生、もう今日 の、 あの告知事は終わったんでしたっけね。今日いっぱいあったね。いっぱいありましたね。じゃあせっかくなんで、よく覚えたね、純くんもね。おお、そうね、おう、またやるか、おい、最後に、おう、今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。あの、ごめん、ギター持っただけっす。おい、なんだよすげえ待ってた、ね、最後、わがままノイズを聞いていただこうかなと思います。なので、わがままノイズを、最後聞いていただいて、画面の前で踊っていただいて、い、最後終わりにしたいと思います。イエイ、よろしいでしょうか。では最後、わがままノイズ聞いてください。